フランス・ファン・スタンパールトによる肖像画第2代ハーバラ伯爵フィリップ・シェラードはイギリスの貴族、政治家。フィリップ・シェラードとドロシー・フェアファクスの息子として1680年頃に生まれた。1695年に父の遺産を継承した。1705年から1714年までアン・安女王の女王資事業を務め、1714年に ジョージ一世が即位した後も留任して1727年まで務めた。1708年イギリス総選挙でラトランド選挙区から出馬して当選、議会で保育党の一員として行動して、1710年にはヘンリーサシェベレルの弾劾に賛成票を投じた。その後、1710年イギリス総選挙で敗北を喫して議席を失い、 1722年イギリス総選挙で再び出馬したものの敗れ、帰り咲きとはならなかった。1732年10月16日に親族の初代ハーバラ伯爵ベネット・シェラードが死去すると、ハーバラ伯爵の爵位を継承。翌年にラトランド党官に任命された。1750年7月20日に、ステープルフォードで死去、長男ベネットが爵位を継承した。 1703年3月12日、アンペトリーと結婚六男八条を設けた。ありがとうございます。